毎日新聞社大阪毎日新聞大阪毎日新聞は日本の日刊新聞である毎日新聞の西日本地区での旧代通称大米現在の毎日新聞大阪本社の前身にあたる1876年2月20日に前進誌である大阪日報が西川はじめの手により送還その後日本立憲政党が大阪日報を買収するが 1882年2月1日、大阪日報が言論弾圧に愛求感を余儀なくされたため、その代替士として日本立憲政党新聞を創刊。中島信之が社長に、古澤茂が主幹にそれぞれ就任。政党機関紙の草分け的存在であり、民権派の正論新聞であったが、自由民権運動の隊長とともに1884年日本立憲政党も、 回答の浮き目に遭い、母体を失った、日本立憲政党新聞は、翌1885年9月1日に、大阪日報と大号を戻して、正論新聞の幕を閉じる。さらに、1887年10月には、金松ふ次郎に買収されて、実業界の機関紙に転換。1888年11月20日に、大阪毎日新聞に開題以降は、 温和な論調に転じ、1897年に社長に就任した元山彦一と原隆の指導のもと、市面の平易化家庭面、海外通信の充実が図られ、部数を伸ばす。そして、日露戦争時には、選挙報道、講和交渉の報道で他史をリードするが、この頃から大阪朝日新聞との各半競争や論戦が激化する。1九百六年、 東京の電報新聞を買収の上、毎日電報に解題して、念願の東京進出を果たし、1911年には、歴史と伝統を持つ、東京日日新聞の日報社を合併。東京日日新聞を承継して、毎日電報をこれに合流させ、東京の拠点を強化。これでようやく朝日と肩を並べることとなる。1915年。 大阪朝日新聞と協定の上有刊の発行を開始。1922年、九州地区で付録、西部毎日を創刊。1924年、東海地区で付録、中京毎日を創刊。そして、1935年11月25日、大阪朝日新聞とともに文字と名古屋で新聞の発行を開始。朝日と競争する形で、 全国紙への道を歩んだ。大毎小学生新聞、展示毎日、英文毎日といった、漁師やサンデー毎日、エコノミストなど諸雑誌の発行、選抜中等学校野球、全国中等学校集級選手権大会等のイベント、ニュース映画の制作上映やセミプロ野球チーム、大阪毎日野球団の結成等の各種事業も幅広く行い、朝日と並ぶ。 全国に大新聞に成長した。1943年1月1日、姉妹神、東京日日新聞とともに毎日新聞に開題して現在に至る。ただし、編集の中枢機能は東京に移った。以降も長らく毎日新聞社の登記上の本店は大阪に置かれ続けており、役員会や株主総会なども大阪本社で行われていたが、 1977年の経営悪化の際、新旧分離方式で経営再建が図られ、大阪の本部は株式会社毎日新聞社と改めた上で、負債の整理、生産に専念。新聞、雑誌、書籍といった出版物の発行部門は、東京都千代田区に新たに設立した毎日新聞株式会社に移動し、完全に本部を東京に移した。 この際従業員、社屋、印刷施設などは、旧社から新社へ沈借するという形をとって運営し続けたが、1985年に会社の負債が解消したことを受けて、形式上は、旧社が新社を吸収合併する形をとって再統合した。ただし旧社は陶器場の本店を再統合の時点で、東京都千代田区に移したため、現在の大阪本社は、 本店ではない。道島アバンザに保存されている旧大阪毎日、新聞社本社の玄関部分1922年に、波、高安しおっの設計で、大阪市北区道島に本社社屋を新築。現在、この旧本社社屋の玄関部分が道島アバンザ前に保存されている。近畿、北陸、中国、四国を管轄地域とし、その取材、販売網は、 毎日新聞大阪本社に引き継がれた。三重県は中部本社、山口県は西部本社の管轄となっている。ただし、三重県伊賀市と名張市、熊野市、南室郡三浜町、紀宝町は大阪本社の管轄となっている一方、島根県岩見地方は西部本社の管轄である。岩見地方では2009年までに朝日、読売の発行本社が、 大阪本社に統一されたが、毎日新聞では、現在も出雲地方と沖島など東部は、大阪本社、岩見地方は、西部本社の管轄になっている。ありがとうございます。